こんにちは、カサライフの笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はオーデンのトリミングの日です。ちょっと目の上の毛とか伸びちゃって、目がパッチリ開かなくなってるし、実はドッグランに行って手なんか真っ黒系で汚いんです。なので、で頭もちょっと割れちゃって、ベートーベンの頭みたいになってるんです。なので今日はトリミングに連れて行き、綺麗なオーデンになって帰ってきます。目の周りをとにかくすっきりしてもらわないと、なんか眉毛が垂れて前がよく見えなさそうなんです。こんなオーデンの様子です。オーデン、今日はトリミングに行きますよ。今お目目がなんかね、毛が伸びちゃってよく見えないのと、あとこのアイオがね、意外と真っ黒毛なんだよね。ドッグランでね、ほこりっぽいもんね。なので真っ黒になっているので、オーデンは今日トリミングにアップルボールさんに行ってきます。行くよね。まだちょっと早いな。時間が来たら連れて行きます。この汚いオーデンがとっても綺麗に帰ってきます。暑くて暑くてオーデン大変なので、短く切ってもらうけど、この頭のふわふわはこのままで、だけどベートーベンじゃないけど頭のてっぺんがね、ちょっとパカンと2つに割れたりするので、綺麗にしてもらってきます。私もブラシとかよくしてやってるんですけど、あ、自分でお目目綺麗にしてるな。私がいつもお目目部屋に取るから。オーデンを連れて行った後、モンステラに水やりをしたりしています。モン吉1号の葉っぱが開いてきたので皆さんにお見せしました。これが1号、名札つけましたよ。1号、2号、2号を、15号だ。この子が3号、まあ4号、5号です。まあ、皆さんにはどっちでもいいかもしれませんが、これが7号、6号、奥が7号、6号、7号、8号、9号です。あの奥のスペースに本吉を並べていこうと思います。この立派な本吉1号をこの元の本吉のカゴに入れてみよう。どうだ。もうだけどちょっとあれかな、ちょっと低いな。しかしだよね。三号モン吉、二号、あ、五号だこれ。五号のモン吉。五号の吉綺麗で。よいしょ。4号のモン吉、ちょっとこれは。
どうしようかな。よいしょ。なんかここすごい箱が重なっちゃうね。いいか。なんだか。よいしょ、もうきちい。もうすごいな。8号のもうきち、ここに置いとこう。もうきち。よいしょ。もう独り言ブツブツ言いながら植物を並べています。モン吉9本並べました。しようか。どうよ。モン吉9号が、あ、まあまあすっきりしたね。休みの日の観葉植物の世話、まあ、いつもこんなようなことをして、あっちに動かしたりこっちに動かしたり水やりしたりしているわけです。モン吉が9本になったので場所を移動したりしてみました。そしたらスパティを戻る、水やりしたスパティフィラーも、スパティフィラーも5月によく咲いたんですよ。よく咲いたんだけど、あまり動画に撮ってる場合じゃなかった。花の茎捨てとこ。花の茎に、いつもこうやって植物と会話をしながら世話をしています。ウンベラータもお水やりしたし、また掃除続けよう。これさ、なんか主人の椅子が邪魔なんですよね、いつも。いいね。これあきらちゃんにも水をやりましょう。あきらさん、君大きくなっちゃったの、また切る？これ、バシッと、また切ると刺したくなるからな、増やしたくなる。幸福の木ってやつ、これお預かりしてたんだけど、あるよっていうね。どうよって感じ。まあまあ元気な気がするけど、葉っぱが弱々しい。なんか北海道に行くって言ってお預かりした木だけども、どうなのかわかんないね。なんか少しは元気になってきたような気もするよね。葉っぱの色が、この木は不思議な木だね。ピンとしないね。パキラはとても乾燥に強いです。それでもすごく乾いたらあげますけど、でも本当に乾燥に強いです。冬なんてあげなくていいぐらいです。まあ、少しはこの部屋が暖かいのであげていますけど、あとゴムの木とか、このウンベラータですね。ウンベラータも乾燥に強いです。でも乾いたらあげています。こういうサンスベリア、こういうのは乾燥に強いです。でも綺麗な葉っぱを出させるために乾いたらちゃんと水をあげています。冬は水をあげません。そしてこのスパティフィラム、この子は水が大好きです。
少々根の下が鉢の下に水が溜まってても全然大丈夫です。このスパティフィラムがうちには3鉢あって水を絶やさないようにしています。まあ、くたっとなっちゃうから水切れサインがわかりやすいですけど、もうたくさん5月咲いたけどまだねちょっとはつぼみが出てますね。向こうにもあります。この子も花がついてますね。あとでちょっと。このシダ類、これはもう乾燥に弱い。乾燥に弱いです。今、外にブラキカムとか出しています。ビカクシダも出してるし、いくつかシダを出しています。外で水じゃんじゃんやってる方が、お日様に当てないところで北側で水じゃんじゃんあげてるとご機嫌なので、この子たちは今外に出しています。この玉シダは私は家に入れてるのが好きなので、家で育てています。このエバーフレッシュ、この子はね、2階の過酷なところに置いといたらちょっと暑すぎてかわいそうで葉っぱ落としたりしたんで、ここへ持ってきたら一気に新芽を吹きました。不思議だね。コーヒーの木も意外とお水が大好きですね。でもくたっとなってから水やりしても大丈夫なんですけど、まあなるべく乾いたら水をたっぷりあげています。このスパティフィラムまだまだいっぱい咲いてくれています。なんか花が暴れています。このトリオスター、トリオスターも水が割と好きですね。でも水枯れが分かりやすいです。サインを出してくれます。コーヒーの木も水枯れのサインを出してくれるので、くたっとなったら慌ててやっていますが、まあなんかどんどん元気に新芽も増えてきているので、うちの環境は気に入っているんだと思います。私が意外と苦手なのがポトスです。でもこの子たちはあんまり水が好きではありません。なんか水が大丈夫そうなのに、水があんまりやると枯れますね。そう、このスパティフィラムは、もう5月にいっぱい咲いたんだけど、また、まだまだ花芽が出てきています。よかったね。スパティフィラムもなんか2種類あるような感じで、うちにもともといるスパティと、この生徒さんのところから来たスパティフィラムは、なんとなく株立ちが違うんだけど、なんか来た時よりも葉っぱがすごく増えて元気になりました。5月もたくさん花を咲かせてくれました。このスパティフィラム、あんまり暗いとこで育てると花芽が立ち上がらないので、少し明るい窓辺でレース越しで育てると、花がたくさん立ち上がります。なんでこっち来ちゃうんだろうね。はいはい、暗いね。電気つけなくちゃ暗いわ。はい、おでんくんが綺麗になりました。お目目がね塞がってたんだよね、毛でね。だけどお目目が周り綺麗にカットしてもらって、頭と耳はそのままですね。はいはい、よかったね。はい、お疲れおでんでした。お疲れ様。小さかったウンベラータも非常に大きくなっていい感じです。そして今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタン、コメントもお寄せください。
ではまた。